香水さんお疲れ様でした昨晩のズームライブ対談浩水さんもとってもね素敵きなあお顔で出てくださっていい笑顔だったと思います口角上がるのがすごく上手なんですかね <laughs> あのー、素敵な笑顔に私もねすごく引き込まれて楽しい対談になりましたそしてすでに、まあ、お申し込みお問い合わせなど何件か入ってるということなんでこれから YouTube にアップされるとね さらにそれがあるんじゃないかなと思いますんでままあ、ご期待ででざいますで今後もこうやって自分がどんなことをやってるのかってことを知らせ続けることによってね気づいてくださる方が出てくると思うんですよでその、まあ、一石を投じることになればいいかなと思いましてきっとこの浩水さんとのライブ対談を見てね他の、まあ、単なる会員さんもあ,ああいうので自分も対談してもらったらチャンス広がるかもっていうふうにいろんなビジネスとかでもね思っていただければ私はどんどん。 このライブ対談をおかげさまで私も多少ねああいった対談で人を呼ぶことができますんで呼ばれた人も呼ぶ方もお互いにチャンスだと思うんですよねだって今回の件もそうですけども普段使ってる携帯電話が費用が上がるんだったらまだしもですね費用が下がってしかもこう自分の稼ぎになっちゃうっていうことですからねもちろん携帯電話の契約を変えることは家族割とかっていう関係からなかなかね 難しいいとところがあると思いますけどもでもこれでお金を稼いでいこうと思うんだけど協力してもらえないっていうふうに家族に話すことって家族に対してて責任を取っていることだとだ思うんですよで私はね昨日ご質問いただいたあの岡本さんでしたっけねのりこさん徳子さんって書いてるのりこさんでしたけども、うん、その方がねああやって正直に話してくださったっていうのはきっと香水さんがそういう雰囲気の。 柔何か,か,、ね、かやっぱりこんなこと聞いていいんだろうかって思わせるような対談だったら質問もも全く出ずに失敗とということだったかもしれませんあの本当にね人々の疑問それから相談事これに的確に答えていくことが私たちの使命だとも思いますしそれがね感謝となって広がっていって収入にもなればなっていうところですよね。 収入がないと、なんかこう、事前活動もね、続けられませんからね。事前活動を別に今回やってるって思う、あの言うつもりはありませんけども、やっぱビジネスとしてやる以上は、正確に物事を使えて、正確に物事を受け取ってっていうことの連鎖で、信用が成り立つのかなと思います。でもね、この、携帯利権も、なんかぐちゃぐちゃっとした時期はあったんですよ。で、私から見ると、甘い気持ちで入っていって、 自分で思わないようなトラブルが発生したらお前のせいだっていう人が中にはいるんですよね。でもそういう人にも苛立たずにちゃんと話を聞いてあげて、ああ、会わなかったね。じゃあ、全然辞めることも選択の一つだよ。だってこれビジネスなんだもん。店を出して儲かんないと思ったら、経費倒れになると思ったら閉めるでしょみたいなことね、やっぱこう伝えていかないといけないし、うん、それからやっぱりね、覚悟はしないといけないでしょうね。 そんなななに大きな金額の覚悟じゃないですけどねもう本当にね何百万もいるような覚悟とか何十万もいる覚悟じゃなくて毎月のの携帯電話料金の覚悟ですからね <laughs>、うん、だから私はね3万円を使ってたってのは、あのは毎月3万使ってたのは使いすぎだったと思いますけどもでも総務省のデータによるとね平均で毎月1人当たり1万3000円ぐらいは携帯電話の料金使ってるみたいなんでそう考えたらそれを大きくね何千円も超えることはない。 投資額ですからうーん、まあ、私はね本当に片っ端から切り替えてもいいと思いますよ。で最後に格安チームの話しましたけども格安チームはどこまで行っても安いけど払う一方なんですよね。でも今回の話ってのは格安チームよりもお支払いする毎月の料金はちょっとだけねプラスアルファになるかもしれませんけどもでもそれをそっちのけで収入もね入ってきますからね。さすががに経費が1万 まあ2万はかかんないんですけども1万3000ぐらいですかねかかったにしてもこっちで10万とか20万作れたらそ,れそっちの方がいいよねってことになりますよねとてもじゃないけど格安チームなんてもう戻らないですよね格安チームはあの収入がないわけですから払いは軽いですけどもねしかもこれから多分あの生涯使うと思うんですよ通信環境ってお互いにね、うん、だからそう考えたらやっぱり払いっぱなしの生涯よりももらいっぱなしの生涯の方が絶対いいですよね えー、ということでございます。えー、資料請求の方ね、えー、ぜひお対を本当によろしくお願いします。本当ありがとうございました。またあのこういう機会をね、設けられたらいいなと思ってます。それこそね、忘れた頃にまたやりましょうよ。ね、<laughs> いろんな意味で、その、今回、ス水さんがね、有名になっていただければと思います。うん、まあ、私はそれによってね、なんかね、漁夫の利用を得ようなんて全く思っていませんし、お問い合わせがあった分は全部、あの、のりこさんの方に。 野塚、えー、さんじゃないですよ。すません香水さんの方に、ね、来ていただければ願ったり叶ったりです本当なんかこうなんですよね私も皆さんのおかげでここまで来てますんでまあ、たまにはねこうやって恩返しもしたいわけですよね本当、はい、にいつもありがとうございましたお疲れ様でした